まずですね、この病気について、簡単に言いますとですね、ものすごく新しい病気なんですね。で、今日は、患者さんの家族の方もおられますし、それから、実際の病気のことからちょっといろんな形で話をしたいと思います。それから医学部の学生さんも来ていただいてるんですね。ですからそのぜひ一つでも病気を覚え、で今日来ていただいてる、実際永井さんとそれから、安原さんはもう二度とこの病気のことは忘れへんな、はい、だから専門家になってくれてもなってくれなくてもいいけれども、やっぱりそういう印象を持っていってもらうことが大事なんで、そういうイメージでやってますけれども、まずその、一般的に習う、臨床である、それからもう一つはやっぱりいつかはいろんな症状を取りたいとみんな思ってられるわけですから、そういう症状を取るための、今基礎研究というのがどういうふうに進んでいるのかっていうようなことをちょっと話をしたらいいかなと。で、分からんだったらどんどん聞いてくださいね。で、実際にですね、僕もいろいろ調べましたが、面白いのはですね、MECP 聴覚症という形で、サーチをかけると、NIH のデータベースでだいたい140ぐらいしかのも出てこないですね。で、ところが MECP2 でかけるとですね、なんと2000を超して論文が出てきます。で、その半分はもちろんMECP2 という遺伝子が2つの病気に関わってるからなんですね。で、一つは MECP2 がなくなる病気で、それをレッド症候群と言います。で、これはレッド症候群の女性っていうのもいるんですけれども、男性っていうのもいるんですけども、基本的には女性の病気なんですね。で、一方どう言いますかね、MECP、 それからレッド症候群は MECP2 がもうなくなってしまった病気で、一方その MECP2 重複症というのは遺伝子が、僕らよくあるんですけど2つになって、それが余分に発現しますから量が多いという病気なんですね。で、これじゃあ2つになるって珍しいなと思うけど、それも当たり前の話で、僕らが、人間で折れるのはですね、なんと脊椎動物になるときに遺伝子が4倍になってるんですね。で、僕らが進化してきたのは全部こう遺伝子がもう一つ余分にこう染色体の中でできるおかげでこういう進化が可能、もう片一方違うものに使えるんですね。で、そういうようなことがあったので僕らはこうやって人間として進化してきてるわけです。で、ですからこの両方増えるというのは普通にあります。で、実際にですね、今は元気に思っている人たちでも、がんになる時にはですね、そういう体の中の細胞の中の一部が2つになってしまうでいうことで、がんになったりいくらでもしますから、この場合は X 染色体のある場所が2つになったというふうに考えてもらったらいいと思う。で、なんとですね、これが最初に報告されたのは今回だかな、2005年の話なんですね。だから MECP2 っていう分子はもうずっと昔から知られてるんですけれども、だからレッド症候群っていうのも、1900年代から、ごめんなさい、1990何年かな、から知られてるんですが、この重複症があるっていうことが見つかったのは、なんと2005年なんですね。ちょっとこれで見せますと、例えばですね、MECP2 の、これ、レッド症候群が一番ここの論文出してるのこれレッド症候群でももう新しいですね。だから、MECP2 が、デンマークの患者さんで見つかりましたんで、それを
あのレッド症候群で MECP2 でしたよっていうのがこのぐらいの話なんで、これ、今日多くの患者さんの家族の人聞いてもらってると思うんですけども、お医者さんははっきり言うて2001年ぐらいに報告されたレッド症候群についてもよく知られないし、ましてやこの2005年に、論文になっていた、MECP2、重複症についてはですね、ほとんどご存じないと思うんですね。ですからまず、今日聞いていただいている方はですね、その診断をつけてもらうのに本当にいろんな時間と苦労されたと思いますけれども、まあそれはまあそういう事情で、もう本当についこの前分かったばっかりの病気やというふうに考えたらいいと思うね。で、じゃあなぜこういう突然亡くなってしまう、あるいは、量が増えることで病気が起こってくるのかについて説明がついてるかというとですね、完全に説明ついてません。でそれはですね、ちょっとこれ一般の方には申し訳ないんですが、 MECP2 って何をしてるかっていうと、まあ、ここで見ますと、この僕らの DNA の中にはですね、メチル化されてるっていうんですけども、メチル化されてる場所があるんですね。でこのメチル化されてる場所っていうのは普通さ、X 線色体の不活化の時はこのメチル化がモソ大事で、その、たくさんザーッとメチル化することで遺伝子の発現を止めるっていう役割をしてるんですが、これは一般の方あんまり気にしなくても医学部の学生さん向けに言ってるんですけれども、じゃあこの遺伝子の活性を抑えるためのメチル化と関係するかというと全く関係してないですね。ですからこのメチル化された場所につくタンパクが MECP2 っていうものなんですけれども、じゃあ結合して何してるのかっていうのがわからない。で、最近になっていろんな研究が増えてきてですね、簡単ではないぞと、細胞それぞれによってそのオンにしたりオフにしたりしてるんやと、メチル基をマーカーにして細胞ごとにそのやってることが違うということが分かってきたので、これをすっきり理解するためにはまだまだちょっと時間がかかるかなと。でただですね、こういう研究をちゃんとやってもらうことはもっと大事だと思う。でそれは例えばこのメチル化っていうのはもう僕らも皆さんの DNA にもうあらゆるところにあるんですけれども、これ全部が対象だと何の治療の方法も見つかってこないですね。でところがある遺伝子だけが、この MECP2 を必要としているということが分かってくると、その分子を標的にして治すということができます。だから今ちょっと今日は MECP2 の、家族の人多いと思いますけど、レッド症候群ではですね、今いろんなお薬の、治験っていうんですけども、治験っていうのが進んでます。ごめんなさい、今一つ不随運動のヒョレアに対応できる効くお薬ないでしょうかというのがあったですが、これはですねちょっと後で転換等も含めて、お話しします。でこれ聞いといてね、安原さん、ここに質問が出てくるから。でちゃんとドクターも聞いていただいてるそうで、あんまりドクターの悪口言えへんなと思っておりますけれども、まあそれは、置いておいてですね、今言ったようにレッド症候群に関しては直接この MECP2 の量を上げたり増えたり増やしたりする治療とは別に、その症状を取るためのいろんな治験が行われています。でですね、ちょっとせっかくやしこれをちょうどネットにつながれているので、見てもらうと面白いと思うんですが、こちらもこれ
ですね、ごめんなさい、これでですね、で皆さんちょっと、まあ、僕らいくらでもお手伝いしますけれども、クリニカルトライアルガバメントというのがあります。でこれはですね、アメリカでこういう治験がですねどのぐらい行われているかということを調べるにはもう一番いいあのサイトなんですね。すなわち皆さんの、あの興味のある病気の治療というのが今現実にど、あ、治療開発がどういうふうに行われているかを調べるためにも最高のサイトです。で、いくらでも後でお話します。クリニカルトライアルガバメントというので、ここでですね MECP2 と打ちますと、それに関するあの知見がだっと出てきます。で今ここで見ていただくと分かるのは、 MECP2 という病気に関して今まだ12研究が走っていると。で、その中で、まあ、終わったものもあるですね。で、ところがですね、これ見てもらうと、これほとんどがレッド症候群なんですね。でその中で3つだけがですね、例えば、MECP2 デュプリケーションというのは3つだけです。で今残念ながらお薬の開発というよりは MECP2 に関して言うと、このちょっとデュプリケーション、重複症の MECP2 デュプリケーションの3つありますけれども、今あのちょっとこれ説明しますと、どういう治験が走っているかというと、今終わっているものはですね、 実際にレッド症候群と一緒に、まあ、はっきり言うと遺伝子を使ってどう診断したらいいかっていう、そのお医者さんが最終的な確定診断するための方法を決める。でこれはもう決まったと。ですからまず間違いなくお医者さんが疑ってさえくれれば今は診断がつくというふうに考えたらいいと。でところがですね、残り今ここに書いてあるあのクリニカルトライアルガバメント、何をやられてるかっていうと、要するにナチュラルヒストリーって書いてますけども、実際患者さんを観察するというところをまだやってる段階なんですね。ですから今日あのヒョレアの話も書いてありますけれども、感染症の問題であるとか、それから、転換の問題であるとか、それから、もうすぐ子どもの時にあった症候群と後から出てくる症候群いうようなものとの、その違いをですね、あ、ごめんなさい、その一人一人の個人の違いをきちっと確かめていって、で遺伝子とちゃんと、まあ対応させていくというまだ観察研究の段階で、でここにですね、まあ、今日最後お話したいと思うけど、あの遺伝子治療の、トライアルが走るようになればですね、これはやっぱり一つ大きな進歩になったと。ですからあの僕らも、まあ、定期的にここを見てですね、もしそういう話が出てくればですね、皆さんに報告したらいいかなというふうには思っています。でまあこれがあのですから自分でももちろん見れますから、あのぜひ見てください。で、まあですから逆に言うと、この病気のメカニズムに関しては、まあ、よくわからない。でところがですね、ちょっとあのこのメカニズムを知るためのいろんな方法は今あるので最後に話しますけれども、まあそういうものを使ってかなり進む。それから例えばさっき言いましたね、もう一つあのサイトとしてちょっとあのややこして申し訳ないんですが、例えばですね、これはどんな文献が出てるかを調べるサイトですけれども、これ英語のこと気にしないでくださいね。例えば MECP2 と打つとですね、実際に2300の論文がもう出てるんですね。で一番最初の論文っていうのはいつ出てるかっていうと、これが
1992年ですね。そこから MECP2 が一番最初に見つかった。で例えば、こういうドプリケーションでいきますと、10分のもう149に減ります。で一番最初に、この論文が出たのがここにあります。あ、ごめんなさい、これはね、これ実際にレッドで、その木がついてないですね。これ2001年か、ごめんなさい、2001年ですね。で、しかしですね、本当の最終的にこの病気の遺伝子診断ができるようになったのはこの2005年のメインズさんっていう論文になります。で逆にですね、これレッド症候群っていうのを見ると、今日多いですね。やっぱ実際には遺伝子が分かるより前からレッド症候群っていうのは分かってますから、だからこの中に結構 MECP2 の重複症の方も入ってた可能性あるね。で男性のレッドやとか言われてたのがそういう形であったかもしれない。ですから結構研究はされてるということで、かなりいろんなチャンスが僕はあると、他のいろんな希少難病と比べて、研究のスピードとかですね、それからいろんな新しい治療が出てくる可能性というのは結構あるように僕は思ってますね。 OK でですね、じゃあいろんな症状の話で、一つお母さんから先に症状、あ、ごめんなさい、でこのちょっと見にくいんですが、この指標はですね、あんま見ないでください。もうこの表は何を書いてあるかというと、この横に書いてあるのが横に書いてあるのがこの病気について MECP2 症候群について出た論文なんですね。だからここであるように2005年から2009年ぐらいまでに、まあ1,2,3,4,5,69つぐらいしか論文ないですね。でそこで記載された患者さんの症状がここに載ってます。ですから例えば一番最初に皆さん経験されてると思いますけども、子どもさんがちょっとこう筋肉が緩んでるというか弱いって、はい、弛緩気味だらーっとするわけですね。で、歩いたりするのが遅い、そうですね、手もみが特有かどうかっていうのは特有とは思えないですね。でこれいくつぐらいから出たかによります。で実際にもう少ししていくと、例えば、いわゆる自閉症用の症状とかいろんな形で違うそのメンタルなものが出てきますから、そういうものとの関わりで考えていかないかんので、その多分この筋緊張が緩んでるっていうのは逆に言うと後からだんだんと逆の緊張していく方に変わりますから、これもう本当に生まれたばっかりの時なんだろうと思う。でこの中でですね、一番この患者さんが命に別状が出てくる最大の問題点っていうのが、ここにないかな、ここにないですかね、感染なんですね。こう感染なんですね。で感染症について、例えば神経症状と感染症は一緒でしょうかっていう形で質問をあらかじめいただいてるんですが、メカニズムというか、さっき言いましたように MECP2 が関わることはもう間違いないです。しかし MECP2 がそれぞれの細胞でいろんな違うことをしているわけで、ですから免疫系の細胞ではMECP2 はこういう働きをしている、で神経細胞ではこういう働きをしているっていう意味で言うと、違ったメカニズムで
これが起こるんですが、やっぱり MECP2 が、たくさん発現しているとですね、免疫の異常があります。特にですね、これを詳しく研究した人の論文を見ると、やっぱ免疫抗体が少ない、ね、だから IgA っていう抗体が出ない、それから IgA がない、ですから、いわゆる感染症、その例えば、ガンマグロブリンがないいう病気ありますけれども、それと同じようなことが起こっている可能性で、それをある意味ではお医者さん知っておいてくれると、ガンマグロブリンの治療も、あの、もともと IgG2A がないという場合はですね、その、あの視野に入るはず、ね、だからもちろん抗生物質が、あの、最初になると思いますけれども、やっぱり、あの、免疫グロブリンのない場合にはやっぱり最初からそういうことを考えておかないかということは言えますね。これ、まあ、質問が来ていて、いっぱい来てますね。この辺もちょっと残していきましょう。これもね、あの、歯ぎしりの場合は、あの、そうではないかと思いますね。で、ただやっぱり、あの、これを僕も大体読みましたけども、そこまで詳しいのはないですね。ですからやっぱり、あの、この病気で大事なのは、論文になるっていうのはですね、やっぱりこう表面を全部、あの、そぎ取っていって記載するんですね。やっぱりお医者さんも全部覚えるわけにいかんから。で、そうするとやっぱり、あの、患者さんの家族のところで、こういう症状がありましたよっていうのが集まってくると、これは逆に教科書になったりしますね。ですから、あの、いつも僕らもですね、ぜひ、あの、こういうふうにできたらいいなっていう、あの、一つサイトがあってですね、それはひょっとしたら、あの、多くのお母さん知ってられるかもしれませんが、ペーシェントライクミーっていうサイトがあります。あ、これ打っちゃうわ、こっちが打たなかった、はい、あ、質問で、はい、不眠がひどくてロゼレムという薬を出されますが、はい、ロゼレムを本用で使うとリズムが崩れて、ああ、分かりますね、うんうん、それについて、だからこれはね、だから 今ちょっと言うてるんですけども、実際にね、こういう問題に関しては、安田さん大きな声で言うてるけど、やっぱり患者さんの方がデータを貯めていかれるいうことが大事だと思うんですね。ですから、あの、お医者さんにしたら一人一人の患者さんに全部なんかうるさいこと言うなとかいう話すぐなるんで、で、ただし逆に言うと、それを一つ一つ考え出すとやっぱり説明つかないです。僕もはっきり言って説明つかない。で、説明つかないことをきちっと記録していくっていうのは、僕は患者さんの側で貯めていく。で、これちょっと見ていただくとですね、このペーシェントライクミーっていうのがあります。で、ひょっとしたらここに、MECP2 があるんかね。これはですね、なんと患者さんのフェイスブックなんですね。患者さんや患者さんの家族のフェイスブックです。で、そうするとここに行くと、要するに一人一人の患者さんが、いろんな、今おっしゃったような、そのロゼレム出される人もいるし、全然出されない人もいる、違うことかもしれない。それから歯ぎしりする人もいるし、歯ぎしりしないかもしれない。で、それはしかし病気でいうと MECP2 っていう形で、くくれますから、それを調べると患者さん一人一人の、あの、どう言いますかね、あの、症状の相対が分かるんで、僕はやっぱり、あの、ここに行く必要はないですが、皆さんの中で集めてですね、これをもっともっと、外へ出していくっていうことがいいと。で、ちょっと遺伝子診断の話なんで、これは、あの、重複してる幅はまだ調べておられませんっていう話があって、これは、あの、昔からですね、もう一つ重複してる遺伝子の中にイラク1っていうのがあるんですね。あの、近くに乗っていてですね、 MECP2 重複症の方は必ずイラク1の重複があるっていうふうに言われてます。あの、ある人とない人があるんですけども、まあ、
ただ昔はイラク湾っていうのはもうその自然免疫に関わるんで、この、どう言いますかね、いろんな抵抗性がないとか感染が起こした感染しやすいのはイラク湾が重複してるせいではないかってみんな言われてたんですけども、まあ、モデル動物なんかができてくると MECP2 だけで十分やと。でイラク湾はまあたくさんなってもですね、あんまり実際自然免疫に関係するやつで、倍になったからといってどういうものではないっていうことはだんだん分かってきてるんで、まあ、あの幅は調べる必要はないと思いますね。あの幅がどうだからといって気にすることはないと僕自身は思いますね。今はそういうふうに MECP2 が倍働いてるか働いていないか。だから今日はあのたくさんのあのあそうですね、あと知的障害の問題についても、どうですかね、これ今言ったあのクリニカルトライアルガバメントの遺伝子のタイプとそれから症状をそのきちっと、調べていくということが今行われているわけですね。ですからここで皆さんが聞いておられる問題に関しては、数を増やして、で本当に正しいことが言えるように今患者さんをさっき見せたようにリクルートしてるんですね。だからナチュラルヒストリーを調べるためのリクルートが行われる。で、重複してる幅が全く関係ないと僕言いましたけど、一つだけあり得るとしたら遺伝子というのは遺伝子だけではなくて遺伝子をのが出たり出たりするのをコントロールしている場所もそこにありますから、そこの場所がどのぐらい影響しているか、そういうことを調べる必要があると思う。でただですね、これはあの症状とそれからあの遺伝子のパターンだけではわからないことが多いんですね。でちょっと今日あのこれが始まる前に言ってたんですけれども、今日紹介できたらいいと思うんです。例えば iPS っていう山中さんの作った方法を使うとですね、いろんなパターンの、患者さんからですね、そのまあ何にでもなる細胞を作っておきますから、で神経にした後で、MECP2 の発現の度合いが違うかとか、どの細胞でやっぱり差があるのかとか、そういうことが分かって初めて、いろんな変化が出てくるんだ。でただですね、兄弟でも知的に、軽重度あるっていうふうにおっしゃってるのは、あまりこれは遺伝的な差を反映してるわけではなくて、やっぱり人間って全部遺伝で決まりません。だから例えば昨日うちのホームページでレッド症候群の話を書いておきましたけども、レッド症候群っていうのは僕ら特にあるレッド症候群だけじゃなくて自閉症とかそういうものは全部脳の病気だと思ってたんですね。ところが、昨日紹介した論文はですね、実際には末梢神経と脳を結ぶ病気やと。すなわち末梢神経の刺激がなくなると脳の発達が自閉症型に変わるっていうことになると、それをもっともっと刺激してあげれば正常に発達したはずなんですね。ですから遺伝的に全部決まるわけではなくて、その兄弟によってですね、その生活の仕方とかいうことで全部、変化します。ですからこれ大事なことなんですが、もっともっとですね、どう言いますかね、いい悪いっていうことがもしこれ分かれば、どういうふうにしたらちょっとでも症状を抑え出るのを抑えられるのかっていうこともやっぱり知りたいですね。でそれはやっぱり逆に患者さんの家族の方たちがいろんな情報をやっぱ集積していってもらえる。でそれをやっぱりちゃんと、医学的に発信していく。でこれペーシェントライクミーで MECP2 っていうのがあるのかどうかちょっとわからないですけども、レッドは出てくるでしょうね多分。あ、これいっぱい出てきますよね。
だからこういう患者さんの団体で、いろんな情報が発信されるっていうことが大事かなと思います。それから、免疫の話で IgA が低いっていうのはリーズナブルですね。で血小板が低いのはちょっと僕もよくわからないですが、十分あり得ると思いますね。だからやっぱりこれをどこまで調べてもらうかですね。で IgA が低いっていうのはですね、やっぱり感染の問題が常にあるので、よく考えておかないかですね。で血小板っていうのは僕が読んだ論文の中ではあまり書かれてはいないですね。視聴者の方が質問で、言葉の獲得はやはり難しいです。いやいや、もちろんきちっと獲得してる人もいますし、ですからどう言いますかね、こういういくつの方かとかいうのもよるし、だからまあまあ全く全員がその言葉も出ないほど重症であるというふうには思う必要は全然ないと思いますね。まあ一応ここまで、免疫異常がかなりこの子どもたちのね、一番の危険性なんですね。でこれを防げるとやっぱりかなり何ていうかね、死亡率も減る。で実際にですね、さっき言ったようにいろんなタイプがある、その MECP2 が何しようかわからないというのと同じで、実際免疫異常を調べてみると、先ほどの論文全部集めて調べると3分の1全然ピンピンされてる人がいるんですね。ね、抗体もしっかりある。でそういう人たちはやっぱり全然問題ないです。ですから結構日本の患者会の方でも、どう言いますかね、30、40になられる方っていうのはおられるんだけども、実際に感染やらがない場合はですね、この3分の1の人っていうのはやっぱりその危険性は少ないと考えていいと思うね。まあこれでいいですね。で次にもう一つですね、日本でもやってる人がいるんですね。でこれは僕も日本でやってる人がどのぐらいあるかなと思ってみたら、これは2012年に、一つ論文が出ています。でこれは4人のケースで、1人は女性やったんですね。で実際にこれをやってられるのは山形の先生なんですが、なんと、東京女子医大の下島さんっていうのは僕が先駆けやってた時のメンバーやから、まあ遺伝子を調べるグループが、どう言いますかね、日本人の調査もきちっとやってると。で、結構この時2012年ですが、まあこの時で、まあ、4人いろんなデータが出てますけども、まあ、4人ではね、あまりにもやっぱ少なすぎて、今皆さんからの答えに全部答えるのは難しい。ですからやっぱり、論文でたった100例しかないんであればですね、まあ、日本で1人ずつ増やしてでも、なんていうかな、そういう症状のデポジットを作っていただければいいかなと思いますね。でもう一つ、割とよく進んでるのはですね、ちょっと飛ばしてやりますと、中国なんですね。で中国はもともと人口の多い国で、これプラスマイナス、これ症状とプラスマイナスが全部あります。で例えばもうあまりものすごく珍しいプラスが2つぐらいしかないところですね、見ていただけると、どういう、これ中国でもうこれ不思議やなと僕は思ってたんですけども、その自閉症用の症状っていうのが中国えらい少ないですね。これ本当かどうか、その診断やらの問題もあります。これ実際にはこれ若い子が多いですから、
実際に13歳16歳ぐらいになってくると出てくるのかもしれないけど、それにしても少ないですね。で逆に それからこれはその例えば、さっき言ってたその筋の筋肉の低下っていう話でいうと、もう全員にあるというようなことが集まってくると、それぞれの民族によってまた違いますから、白人での結果だけで僕らはあの物事を言えない。ですからやっぱ日本の方が、ちゃんと、症状を記載しておいていただけるいうことがいかに大事かというのは分かってもらえるかなと。で一つだけちょっとあの遺伝の話をしますと、あの男の子が圧倒的なんですけども、この中国の論文ではやっぱり女性に出るということもあるというふうに考えたらいいと思います。で女性に出る場合はその難しいんですが、その、その X 染色体なので、片一方の方が、より見えるという場合にはあのあり、あの病気になる可能性がありますから、やっぱり男性の病気やと思う、男性あのの病気は男性の病気やと思うのは間違っているというふうに今考えておいて、でちょっと症状の話で言うと、大体今までのやつ全体にまとめるとね、僕があの読んだ話でいけば、一番最初がハイポトニシーというのは、要するに 緊張がなかったのがだんだんと、まあ、木村なら水体炉症状が出てくる、すなわち、まあ、緊張する方の、病気、あのどういうかな、あの反応が出てくる。で多分あの医学部の学生さんみんな習うけど、バビンスキー反応とかそういう、なんかあのちょっと刺激すると急に反応する、そういうようなことが、後から出てくると。だから転換がやっぱりもうほとんどの患者さんで一番問題で、先ほどもあの、まあ、フィオリアの話がありましたけれども、約半数の患者さんである、まあ、実際もっと多いというふうに考えられた。でこれ一番問題はやっぱり治療抵抗性なんですね。で一般的なあの抗転換薬というのが、まあ、まずあんまり効かない。 ですからやっぱりこれに関しては後でお話しするような根本的な治療をやっぱり早くできるようにしていくことが大事かなと思いますね。でこれ転換でも最初からあるわけじゃなくて、その発達に応じて他の症状が出た時にこの転換も出てきます。すなわちそれはどういうことかというと、発達異常というよりはこの MECP2 というのが脳の僕らの機能にしょっちゅういるということなんですね。だからもう大人になってもずっといるために、それがないと栄養失調みたいなもんや。だからその、ごめんなさい、後でクレアチニンカイネスのことやな。で、あのまあそれから転換の場合に関して言うとこういう対抗症状で CK の話来た。これもねちょっと僕も、分からないですね。もともと筋肉の病気があると、あのクレアチニンカイネスがあのもともと上がるんですけどね、筋肉が潰れたりすると。それけどこれ低いっていうのは、あまりよく調べたら記載されてるかもしれないね。だからどのぐらいあるのか、やっぱり逆に、今日本の患者さんでどのぐらいクレアチニンカイネスの低い人がいるのかっていうのは調べる価値はあるね。それからなんていうかな、そのレントゲン診断で分かるかっていう話なんですけども、あの一つ大事なことは、全く異常が見つからない人も結構います。転換があるにもかかわらず全くどうもない人がいる。でしかしまあ一般的にはその脳室がちょっと大きい、その水が流れてるところが大きい、それから脂質がちょっと薄い、それから不思議なことにね、脳室周囲の逆に白質がものすごく拡大してたりっていう話があるんですが、これはずっと見られたいのがないですね、やっぱり。ですからあの今言ったように、長期間きちっと今見ていろんなものを調べている段階やと
思ってもらったらいいかなと。で 70% 感染症ですね。それからどうですかね、やっぱり消化管の反射がで便秘が多いで、これもねやっぱりその重度の便秘の場合やっぱりこう命にかかったりするんですね。で実際にこの頻度なんですが、こういろいろ調べてみると、その染色体に、まあ晩性の遺伝を示すような、なんていうの、知能発達障害の場合は 1% がこの病気だろうということなので、まあ、逆に言うと、お医者さんにこれを意識しておいてもらえればかなり診断率は上がっていくかなというふうに思いますね。まあ以上今のところですから、今日分かったのはその論文からだけでは僕らも何とも言えないいろんな症状があるみたいなんで、ぜひまあ患者会の一つの方向性として、それぞれの皆さんの診断過程ですね、まず診断がつきにくいですから、やっぱり皆さん苦労されたものは少なくとも患者さんのホームページ見ればみんな苦労してるっていうのが分かるようにする。5年かかったかもしれない、もっと、まあ実際には2005年ですから、それより前から病気になってる方はもっともっとかかってるわけですね。それから次に今言ったようにいろんな診断症状が出ますから、さっき言ったペーシェントライクみたいなような、いろんな診断ごめんなさい症状の、いろんなリストを作っておいてもらって、例えば、3人のお子さんでですね、それが起こっているとするとやっぱり真面目に考えないかんし、だから、やっぱほとんど起こってないっていうのとはひょっとしたら特殊で、逆に特殊であるということは治せるかもしれんということなんですね。だからその遺伝子とそれから、症状をちゃんと対応させていくことが一つは大事になってくる。でもう一つは、さっき言ったように、これそこまでやれるかどうかわからないですが、これはまあお医者さんやらが、たくさんの患者さん集めていていただけると、さっき言ったようにどのぐらいの重複があると、どういう症状が出てくるかということがわかるので。将来予測はできますよね。でそういうことができるようにしたい。でただね、そのためにはこれ運動方針第2ですけども、そのために大事なことは、この病気を難病指定にしてもらわないと。でね、僕やっぱり理不尽だと思うのは MECP2 の亡くなる病気レッド症候群は、80番目に難病指定されてるんですね。ところがですね、2005年にようやっと報告が出たようなこの病気ではですね、難病同じ遺伝子の病気であるにもかかわらず難病指定されていない。で難病指定されるかされないから何が違うのかっていうと、一つはですね、もちろん、全部医療費を国が補助してくれるという意味では大きいです。でただそれだけではないんですね。すなわち国が研究にお金も出しますよということになります。でそうすると MECP2 重複症に関してもレッド症候群と同じように MECP2 の病気ですから、研究をしてもらってですね、逆に言うとお医者さんや研究者にお金を出して治療方法の開発を一刻も早くやってもらうことも大事なんです。ですから、難病指定をやっぱり皆さんで申請されて、まあ、お医者さんに働きかけたりして、なんとか厚生労働省に認めていただける。でこれはですね、僕は一ついいケースだと思うんです。それはなぜかというとね、今実際にはちょっと聞いてるんですが、同じ遺伝子で病気の名前が違ったら違う難病にするのかと。で一つのやっぱ逆に言うと、今レッド症候群は難病指定されてますから、 MECP2 遺伝子以上いう形でレッド症候群の難病指定を名前変えてもらえればいいわけですね。
で今までそういう話はないわけやけども、まあやってみる形がトライしたらいいんじゃないかというふうに思います。だからいろいろそれは患者さんたちと一緒にですね、やっていけばいいかなと思います。だから今さ運動方針2までできたな。で次に、難治性転換の話ですね。で特に成長されてからやっぱり一番みんな困ってられるのは転換ですね。でいつ起こるかわからないし、でこれねはっきり言ってものすごくいろんなお薬に抵抗をします。でこれなんでかっていうのは普通の転換の場合、神経の刺激を感じる受容体の、異常であることが多いんですね。でこの場合はその細胞の中で、いろんな形でのその、遺伝子の発現全体が違いますから、その生理学的なお薬っていうのが簡単に効かない。で前もっていただいてるんですが、じゃあ例えば深部刺激はどうですかっていう質問を受けました。で実際にですね僕もちょっと調べたんですが、例えばこれデポジットしておきますからぜひ英語読まないかんから面倒くさいですけども、例えば転換だけでもですね、これは違いますね、転換についてのこの、いろんな症例報告ですね、8人の患者さんの、話きちっと調べたのがあってですね、いろんなお薬使ってもやっぱりうまいこと効かないっていう話を、されています。で唯一ですね効いたっていうことが書いてあるのがですね、この前もって質問を受けたどこかな、深部刺激っていうのですね、これですね。でディープブレインスティミュレーションフォーマネジメントオブ MECP2 デプリケーションシンドローム。でこれは深部刺激で何かというと脳の中の方に電極を入れてですね、活性化する、刺激を入れるとですね、一番よく使われるのはパーキンソン病です。でパーキンソン病の患者さんが、ちゃんとドーパ出して、シャンとするんですね。だからそういうことで、僕の知り合いのパーキンソンの患者さんもその深部刺激の電極留置ずっと置いときますから留置電極を持ってここでしんどくなったらプッと押すっていうことをやってられます。だから、なぜかよくわからないんですが、これ深部刺激をやるといろんな記憶が、高まったりするということが動物の実験で分かってます。だからアルツハイマーなんかも深部刺激でやれないかっていうことを研究している人いるんですね。で同じようなことでそのじゃあこの転換発作を深部刺激で治せるかっていうことで、この一例の患者さんに関してはだから一例だからこうケースレポートで書いてますけども、一例だからこれをそのまま一般化してはいけませんよっては言ってるんですけども、深部刺激が効いたと、ディスケースレポート is first to describe the use of deep brain in patient and そうか、要するにイントラクタブルっていうのはなかなか治らない転換に関して初めて深部刺激をしましたよっていう話になってるね。である程度一定の効果が見られるんですけども、だけどやっぱりこうですね、こうバーッと転換が起こった時でこういうふうになりますが、刺激をすると収まってくるっていうことがあるんだけども、実際に
いくつかの問題があります。でそれはどういうことかというと、深部刺激に対しを自分いつもやってるわけにいきませんから、ある時に自分で押さないかんですね。でそれをやっぱり誰がやるのかということが出てきます。ですからパーキンソンの人はやっぱりこう自分の力がどーっと弱まっていく時にクッと押すっていうことができるんですが、でやっぱりこの転換を持ってる子どもさんの場合、やっぱりまず転換起こった時にそれをやれるかどうかっていうのはかなり問題があるし、前もってずっとやっておくっていうのは難しいですから、やっぱりこれが効いたからといって一般的に使えるかどうかっていうのはわからない。で最後ですけどね、でところがですね、やっぱりじゃあもうこれどうしようもないやないかっていう話で言うと、やっぱり唯一ですね、基礎研究からこういう問題を直せるんではないかなっていう、これが論文として出たいのがこの病気の重要なポイントです。でそれはこれは基礎研究の話はもう基礎研究の話、ちょっと待ってくださいね。どこやったかな、治療って書いてるやつですけど、あこれですね。でこれはやっぱり患者さんの、お母さんから聞いてると、これアメリカの患者会ではこの論文のことが、報告されたそうです。でこれは実際には2015年です。去年に僕も紹介したんですけども、この論文が出たわけですね。でこれどういうことかというと、やっぱり MECP2 を2つ持ったマウスを作ると。でクエスチョンは何かというと、もちろん発達障害はやっぱり神経というのはですね、例えば目がなんかその子どもの時に見えなくて後から見えるようになってもなかなか回復しないと同じで、やっぱり発達の時に脳がちゃんとそれについていくということが必要なんですが、それ以外に転換のようにやっぱりこう神経そのものが今もその脳の回路ではなくて今もいろんな分子のせいで起こるっていう場合があるわけですね。でそういう場合はMECP2 の患者さんの場合はこれ、まあ、このネズミなんですが、普通の場合より2つ余分にあるわけですから、これを半分にしたらどうかと、大人になってから半分にして転換発作を治るかということをやってるわけですね。でそうするとこれ実際に大人にしてから、大人になってから半分になってもですね、いろんな神経症状が治るということをこのマウスで見つけたんですね。でこれだけだとですね、ちょっとこれは最初はある遺伝子を飛ばしてしまうということで、これはまるっきり今の患者さんでできないかっていうと、まあ最近この前話したクリスパーなんかを使うと、まあ、できるようになるかもしれないけれども、まあ、これだけではその現実味がないので、明日からでもできるような治療にならへんかということで、この人たちはですね、この遺伝子を抑える遺伝子ですね、変な言い方ですよ、アンチセンスオリゴというんですけども、遺伝子にの反対側のシークエンスを持った小さな、核酸の断片を入れてやると、その遺伝子が働かなくなるんですね。でそれは実際にいろんな遺伝子の発現を落とすために使ってます。でこれをマウスの脳の中に、まあ、実際にはこのポンプを体に入れて、マウスの脳の中にですね、注射したわけね。でそうするとこれ実際には1週間ぐらいやったんかな、このここに書いてありますね、ごめんなさい、4日間
この抑えるお薬を入れると、はい、わかりました。いや、そんな長いことやる気はないですが、ここで見てもらうとですね、実際に、普通の人はやっぱり、普通のマウスはこう興奮ないですよね。でところがこのマウスはやっぱり常にこう興奮してるんですね。で、ところがこのアンチセンスオリゴを入れるとこの全体の興奮が収まると。だからやっぱりこれは多分2つのことが言えて、1つは、発達異常とは無関係にその神経の過興奮が、成長後もある。でこれはですね、その細胞自身が今 MECP2 をたくさん出すために起こっているわけで、その今 MECP2 を抑えてやると、その、難治性の転換も抑わるかもしれないということが分かってきたわけです、ね、だからぜひですね、こういう基礎研究を進めてもらって、でどのぐらいの方法を実際にこれ脳に、このアンチセンスオリゴというんですけども、こういう RNA を注入することが人間でも簡単なのかどうか、でこれはこれから調べないとダメですね。で正しい、少なくともマウスではかなりの結果が出ているので、やはりもう少し大きなモデルでこういうことが可能かどうかっていうのをやっていってほしいというふうに思う。でところがですね、そう思ってた時に、なんとこのレッド症候群ではなくてですね、大きな動物のモデルっていうのはレッド症候群って結構難しいんですね。それは、クリスパー使ってノックアウトすることはできますけれども、たくさんの遺伝子を発現させる方が楽ですね。でそういうことで言うと、なんとこの、この MECP2 のが重複しているサルを中国で作るのに成功したんですね。でこのキツオツイロンさんっていう人のグループが作ってるんですけども、こういう動物のモデルができてきたっていうのはものすごく大きくて、で、別に日本でやってもらう必要全然なくてですね、世界中でこの動物を使ってどうしたら、治療が可能か、でこの動物はいろんな形でその人間の重複症のことをよく反映しているモデルになってるらしいから、こういうものを使った治療研究をやるということができると、なんていうかな、こういうその転換とかそういう今の症状に関してはひょっとしたら根本的な治療が可能になるかもしれない。だからはっきり分かってるのはもう、その先ほどからそのいろんなお薬のことがあって、いろんなお薬トライされててもうまくいってないですね。でそれはもう事実なので、やはりもっと違った方向をやっぱり考えていく必要があるんじゃないかなと僕自身思いますね。一応僕から話ができるのはその程度なんで、ですからもう一つの方向性というのはやっぱり、動物モデルで少なくとも治療方法が出てきたということは、やはりそれをやっぱり一刻も早くね、人間に使えるようにしてもらうためのやっぱりその患者さんの団体の運動というのがやっぱ大事で、もともとそんなに患者さん多いわけはないけれども、そういう形で、それこそ安原さんやら永井君やら医学部の学生さんもですね、ぜひこう手伝っていただければ、どうかな、これ遺伝子作るのは簡単ですから、どういう形でやっていくかとかいうようなことをやっぱり頭に置いたお医者さんが増えるっていうか、いうことが僕は大事かなと思います。ですから今日これ始まる前にちょっと話をしてたんですけど、できればですね、
まあ、2回目もしあるとしたら、まあ、僕の知り合いで遺伝子治療をやってる人がいるから、まあ、そういう人らを1回読んでですね、どのぐらい現実味があるのか。だから僕もやっぱりそこに関しては明確な答えがなかなかできないし、僕から言わすとですね、やるだけならもう明日でもできるでって思っちゃうんだけども、やっぱりそれにやっぱり規制も含めてどのぐらいの時間がかかりそうかとかいうのをね、でも専門家読んでやってもいいかなっていう気はしてますね。だからやっぱり基礎研究が進んできて、あ、ごめんなさい、で基礎研究が進んで、この結果、まあ、いろんなチャンスが出てくる。でもう一つですね、やっぱり人間でこれがどんどん進みそうだっていうのはですね、例えば MECP2 を使った重複症のクリスパの研究もあるんですね。もうで半分にする方法をちゃんと決めた論文もある。それからもう一つはですね、iPS の論文ももうすでにあるんですね。どこだったかな、どこにあったか忘れたけども、iPS を患者さんから作る。で先ほどおっしゃったように、その、重複の程度とそれから症状というものをその相関させていくために真ん中に必ず細胞ありますから、でそういう意味でも、その患者さんの iPS をきちっと作っておくということは大事かもしれないけど、それを患者さんのお金であれいうのはもうバカげてる話やし、やっぱ逆に言うと、難病指定されて、で今希少難病に関してはきちっと iPS を作る仕組みもありますから、だからそういうようなラインに乗せていっていただくいうことが大事ですね。でただね、もう一つ言えるのは、例えば僕が若かったら、この MECP2 っていうのはやっぱり研究しがいのある分野ね。患者さんに対してそのちょっと不謹慎かもしれへんけども、ものすごく面白い分子ですね。要するにはっきりとその機能がまだわからないということは、それだけやるチャレンジしがいがあるということですよね。でしかもなんていうかな、一つの A という遺伝子がこうなりますよというのは、まあ今までたくさんの人が一つ一つの遺伝子について研究してきてるんやけど、この場合は一つの遺伝子がいろんなものを細胞に応じて、調節してるっていう話になると、これはまたもっともっと面白い問題が後ろに潜んでると思うので、まあ逆に、よし、なやったろかっていう人がいくらでも増えてくる。だからそのさっき言ってた MECP2 っていうのが90何年かな に見つかって、91年か見つかってからもう2000の論文ある。で面白いだろうから、多分もっともっと論文の数は増えるでしょうね。で僕は1年2年でかなりのことが分かるし、それはなぜかというと、やっぱりその病気の患者さんがおられて、でモデル動物もできて、それから、まあ、iPS も含めた細胞ができているということで、これ他の難病やると比べると、その研究の発達って、まあ、僕自身の勘で言うとものすごく早いんちゃうかと思う。でそれはまあ、皆さんにお約束できると思うけれども、そのちょっとでも面白い話があったら、どん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 患者さんの、ホームページやらに掲載してもらえるような形で、サポートもできるし、だからそういう形で基礎研究やっていってほしいなというふうに思いますね。まあ以上ですね。僕が説明するとか以上で、あとまあ残った時間いろんな形で永井君やらも含めて質問してください。一つ質問させていただいてもいいですか。はい、ASO アンチセンスオリゴっていうのは、麻生君もやってる、すごい、なんかその遺伝子に対応する、あ、オンになって、あ、遺
停止に対応する核酸を入れるだけで、うん、その遺伝子の発現を抑えられるっていうことで、なんかもっと研究されてたりするんですか？いや、むちゃくちゃされてます。え、ですからアンチセンスオリゴっていうんですけども、こういう遺伝子を抑えるっていう治療は実際にも行われてますよね、はい、例えば肝臓の病気なんかだと、例えば肝炎ウイルスに対して行われたりとか、はい、治療薬としてできてきてるのはそんなにないと思うんですけど、多くの製薬会社は、はい、アンチセンスオリゴだけじゃなくて RNA 薬っていうんですけども、はい、RNA 薬を研究するセクションというのはしっかり持ってて、かなり進んでると思うんですね。じゃあ他の疾患についてはそのアンチセンスオリゴを使った薬もあるっていうことですか？あると思いますね。実際に感染症、僕が知ってるのは感染症多いですけども、はい、他にどんなんでやってるかな。オーバーに出てくるやつでちょっと思い当たるんです。感染症多いですね、はい、それを MECP2 遺伝子も、うん、多分配列分かっていると思うんですけど、すよ、ね、ええ、それに対応する拡散さえ作ったら、そうですよね、ええ、そのなんていうか投与したら本当に治る、そうですよね、すだから量が減 る、ただし、はい、ゼロになったら困るもんね、はい、だからやっぱりそこはちゃんと、どのぐらいの量を入れたらいいのかっていうことをやっぱりきちっと計算してやらないとダメですよね。だから、この研究では、どことどこに対してはこういうふうにアンチセンスオリゴを作る場所を いっぱいやって、どれがよく効くか、これアンチセンスオリゴを入れてこれ全然効かないやつもあるし、ちょっとまあ黒い、の量ですよね、でちょうど半分ぐらいになってくれるのをトライアンドエラーでやる。でこれに関してはもちろん直接脳に入れるっていうこともあるし、でそれから、ある程度細胞を使ってやるっていうこともできるし、だから僕が明日からでもできるっていうのは、作るのもそんなにお金のかかるもんではない。でただね、やっぱりとはいえこれお薬として作るのは全然別なんですね。だから逆に言うと、お薬として作ろうとすると iPS でも何でも、安全性とかそういうものを高く認せないかので、はい、高くつくんですね、うん、でところが、まあ、一つ次の問題であるのはやっぱり気象難病の方の場合、合理的なリスクっていうのがあるんですね。すなわち確かになんていうかな、バクテリアが入ってるものを注射したらダメやけども、本当にどの程度の安全性があるかっていう話でいうと、まあ、アンチセンスオリゴが少なくともバクテリアのない程度には作れますよっていうようなことはやっぱりできていくから、逆にやらないリスクの方が、やるリスクよりは大事だと思えば、ある程度リスクを取るということはあってもおかしくはないわけね。だからそれはやっぱりそのお薬っていうかこういうものを開発する、まあ、実際には研究をやってる人が、まあ、ここに来てくれて、ちょっとやってみようかなっていうふうな気持ちになってくれないとダメなんで、作ること自体は簡単ですからね、うん、その例えばその外科治療とかだと、その医師がこう自分の方法を試したりすることってできるじゃないですか。できますよね。でなんかこういう疾患に対しても医師がこう治すためにそのアンチセンスオリゴを、うん、まあ、自分で作って患者さんに投与するってこと、これはね、やっぱり一番大事なことは、はい、思いつきでやってはいけない。でね、さっき言ったクリニカルトライアルガバメントっていうのはそのためにあるのね。だから多分安原さんが、あ、これは効くぞ、はい、でネズミで、調べたらよく効いたと。だから患者さんをやるときに、僕は明日からできるって言うけど、やっぱりそれはちゃんと、こういう治験をやりますよ、こういう方法で効いたかどうかをちゃんと調べますよっていうことを世間に公にまずするんです。で公にして、患者さん来てください、リクルーティングって書いてある。で公にして、でその公にしたプロトコルが勝手な思いつきでね、やられてないかどうかはみんなが
ちゃんとチェックする、はい、でそれで安全性を獲得していく、あるいはリスクはこのぐらいあってっていうのを取っていただくっていうことができてるわけですね。で要するに昔はお医者さんが「ああお前来たか」っていう話で密室の中でやった、でこれはやっぱりやったらいかんね、絶対やったらいかん、絶対あかん、はい、なんかある？長井君、すいません。多分この病気で、まあ、一番命に関わってくるのって感染症の問題だと思うんですけど、大きいですね。感染症の話題でさっき IgA 抗体の話が出てたと思うんですけど、 IgA 抗体って確か母乳から来ますよね。そうですよね。それでもその疾患を持ってる患者さんは IgA 抗体の数が少ないっていうのは何か原因があるんですかね。あのね、もともと IgA の少ない人っているんですよ。でこの方の場合 IgA だけかどうかいうのはやっぱりちゃんと調べないとダメで、あの割と感染症大人、まあ年いってからの感染症と関係してるって、あの論文で出てるのは IgG2 のタイプが多いって言ってますね。ただやっぱり抗体が出にくいというもともとの性質があるかもしれないから、はい、でそこに関してはまだ研究が結構まあ途上にあるというかですね、結構いろんな面、例えば、これレッド症候群でいうとですね、まあ、これ MECP2 のチョーク症はこれからの問題ですね。マウスができてるんでこれからやられると思うけれども、レッド症候群なんかに関して言うとやっぱりマクロファージとか脳の中のグリアとかが機能異常を起こしてるっていうようなことがやっぱりちゃんと分かりつつあるから、やっぱりモデルのマウスを使って、きちっと免疫学をやっていく、はい、でそういう研究が進めば対応も分かる、はい、で実際に患者さんを使った患者さんでのレポートですね、その免疫ところですね、これが今ほぼ唯一患者さんについて免疫機能を調べたという論文ですけども、まあ、これもうちょっとしたら数は増えてくると思いますけども、どういう感染症が多いですか、これはまあ要するにこれさっきおっしゃってたどのぐらいの重複ですかっていう話で、いろんなタイプの人おられます。でまあ、その重複のタイプと感染症を今関連付けてるいうちゃんと仕事もやられてるんですね。だからそこに関してはいくらでもまた紹介できますけれども、例えばそのここにあるのは菌ですね、どういう菌に感染しやすいかっていうようなことをやっぱりパーセンテージで、それからここに書いてる IgA がやっぱり少ないっていうのは割とよく見られる、これ9人ぐらいだかな、4人がやっぱり IgA が少ないですね。から、要するに例えば IgA も IgG2 もダメな出ない人もいる。で他の免疫症状を例えば IgA レベルでいうとやっぱり全体にこうずっと低い人多いですね、15人で。やっぱりそうは言ってもやっぱり高い人もちゃんと出てくるからね。だからやっぱりところが例えば IgG1 だとその低い低いんだけどもまあばらついてるとかですね、こういうことは全部調べられてますから、でこのベースにじゃあなぜこれが起こってるのかっていうことをちゃんと研究する人が欲しい。でそれが分かると対応ができます。だからやっぱり意外とこういう基礎研究というのはやっぱりすぐに対応を見つけていくためには大事だと僕思いますね、はい、ここはもう本当に実例は本当に少ないですね。やっぱこれはある、まあ、肺炎球菌に対する実例の出方やけど、やっぱりほんまに出ない患者さんが多いですよね。
もともとおそらく少ないっていうのもあると思うんですけど、はい、さっき母乳からあのそれは子供の時ですね、はい、だからあるんですけど、まず母乳を飲まないんですよ、まあ、うちの経験で、ね、やっぱ飲むことが難しいっていうのもすごくあるので、まあ、そういうのもやっぱりちょっとずつ関連してるのかなというふうに思いますね、うん、だからやっぱりどうかな、まあ、もちろん最初の時にはやっぱ筋肉のやっぱり緊張が弱まってるし、それからもともと消化管症状が結構あるっていうので、ただそのどうかなと IgA は通りますからね、どんな子供さん、その別にこの MECP2 重複だから IgA が吸収されない、赤ん坊の時に吸収されないということはないから、やっぱりそういう診断が早く出れば、まあ、いろんな形でやれる可能性ありますよね。というのは全く免疫のどうもない人が飲めないというのと違いますからね、まあ、やっぱり この今クリニカルトライアルガバメントでナチュラルヒストリーがしっかりするのをやっぱり待つのも大事ですけども、やっぱ逆にせっかくだし皆さんがやっぱり症状のリストをでこう今日書いてもらってるようなやつをもうちょっと詳しくですね、なんていうかな、リストしていただいて医療の方にフィードバックするいうのはええと思うな。こういうケースはやっぱり一人のお医者さんがたくさんの患者さんを見るということはないですからね。とリュウコサイトの数なんかもさっき血小板のが少ないっておっしゃってましたけど、やっぱり確かに白血球の少ない人っていうのはやっぱりいることは言いますね。だからやっぱり MECP2 ってやっぱりあまりにもいろんな、作用を持ちうるっていうか、そのいろんなものと反応し得るんで、やっぱここをやっぱりちゃんと誰か調べてほしいなと思いますね、うん、このもういまあ大体必要なことを簡単に調べるための論文ぐらいはようやっと出てる、これは全部ディポジットしておきますから、ぜひ見てもらったらいいと思いますね。日本人だとどうですかね、患者さん、うん、どうや、あ、そううん、ちょっとしょうもない質問になってしまうと思うんですけど、難治性の転換と普通の転換で僕が今ちょっと聞いた感じでは、うん、その神経がおかしくなってくる、要するになんかこう接触不良みたいなのが起こったのが普通の転換っていうなんで、うん、脳の機能的な異常が難治性の転換っていうふうに今理解したんですけど、ね、なかなか難しい、それはね、逆にこの MECP2 症候群のようなというのは転換というのはね、オーバーもう要するに一つの反応がわーっと拡大するんですね。だから逆に言うと過敏症やと思っとったらいいですよね。でそのなんでその過敏症が起こってくるかいうことなんですけど、一つはやっぱり電気を伝えるための分子のなんていうかな、過敏症で、要するに遺伝的に過敏症の人でたくさんいるんですね。で多くはその電気を伝える、まあ、シナプスというのがあるとそこでどんどん神経の電気を伝えるための過敏症が多いです。それからもう一つ、僕らがもう誰でもなるっていう転換はジャクソン転換っていうのがあるんですけど、外傷を起こした時にそこの場所から常にこう、反応で、刺激が出てしまうから、その外傷を起こしたところから常にこう強い転換が起こるっていうのがあるんですね。でこういうのはもう完全に正常な細胞の中でその脳全体でその、なんていうかな、強い神経の発信をする数がある、というか、ね、でもう一つ、その全体、多分 MCP2 の場合はかなりその全体の細胞がその結構アクティブなのかもしれないですね。だからそのシナプスがたくさんできてるっていう論文もあるんです、確かに。
だけどこれはもっともっとやっぱりちゃんと研究していかないとわからないことなんで、だからただなんていうかな、やっぱりその受容体、その電線、電気を通す分子の場合だとお薬ある可能性があるんですね。だけど細胞全体のそのアクティビティの差だとこれはなかなか難しいというかですね。だからこれ何せなぜそうなのかということもちゃんと説明できてないよね、まだね。さまざま IgG もやっぱりそうですね、やっぱり IgA がやっぱり悪い一桁で、それからこれ16、これね数字はちょっとケースバイケースでね、どういう単位でやってるかっていうのはやっぱり低い人は多いですね、もう間違いなく。他どうでしょうかね。うちのこのケースなんですけど、うん、髄消化が遅れているって言われていて、それは、ね、それは発作とは関係あるんですか。関係あります。だからそうそう、これ神経症状の中では髄消化が遅れるっていうのは割とよくあるよく知られていることですね。でグリア細胞っていうのがあって、で髄消化ができるね。僕ら逆に大人になってから髄消化が侵される病気が多発性神経症っていうので、免疫でその髄症が減っていって、いろんな症状が出てくるんですね。でそういう場合と同じようなことが起こる可能性がある。やっぱりこれも基本はなぜそのグリア細胞って不思議なことにそのものすごく MECP2 で出してるんです。でそれは分かってるんですね。だから逆にですからたくさん出した時に余分に出てしまったら、そのどうして髄消化が遅れるのかとか、そういうことをちゃんと研究してもらって、やっぱり知りたいのはその MECP2 直接その量を増減して、その治すっていう、まあ、根本的な治療と、でそれを逆に言うとその横からサポートする、だから髄消化を他の方法で活性化できへんかとかですね、そういう方法があれば、でそれを使うことができるわけですね。で実際にそういうことをやってる研究僕も見ると、増殖因子、グリアの増殖因子を探そうとしてますよね。ですから MECP2 がないためにその髄消化っていうか、まあ、グリア細胞が、ミエリンを作らないですね。でミエリンを作らないのをもっと作らすような、刺激を別の方から入れられないか。でそうするとそれが分かると髄消化だけは防げるわけですね。でもちろん髄消化がないと基本的には裸電線みたいなもんですから、やっぱり絶縁されてないので全体に、なんていうかな、過敏症になってるし、でそれは一つのリセプターだけの話ではなくなってきますよね。これ、手足の骨が年齢より少ない箇所はある。これもね、実際にじゃあその発達障害がこれで起こるのかどうかっていうことに関して今研究されてるんですね。で実際に例えば脳の前の骨、脳の前の方の骨が少ないとかですね、いろんな記載はあります。でどのぐらいの頻度であるかというと、やっぱり 100% ないので、例えば特別なその手の骨に関わる遺伝子があって、でそれがないから何が起こるっていうような状態ではなくて、さっき言ってたように多いわけですから、ある時ちょっとよそのものに引っかかってしまう。普通なら全くタッチされないようなシステムがどうしても影響を受けてしまって、で
発生っていうのは結構ランダムに起こってきますから、でそういうものの結果として、多くなったり少なくなったりすることは当然あるわけですね。ですからあまりこれは気にされなくても、もともと例えば心臓奇形もそうだけど、発生っていうのは結構あのいろんなストレスの中で起こってくるから、そのストレスの中で、たまたま僕らもできなかったりできたりっていうことは あるわけですね、うん、だから多分そういうことだと思いますね。他はないですかね。まああんまりあんまりなければ、一応まとめとして言うと、僕もやっぱり、まず皆さんで、まあ、小さなホームページとかいう形で、それは情報、新しい患者さんやらに情報を提供することもあるし、それから、まあ、できればお医者さんにもね、いろんな情報が提供できるような、でそれを患者さん側から作ることって大事なんですね。今までだとお医者さんが患者さんやらにちょっとお前らこうみんなまとめてこいやっていう話をしたんで、それはあんたこれから医者になるやろうけど、やっぱりインフォームドコンセントとかいろんな形でその理解を得てやっていく。でところが患者さんの方からやっぱりこうちゃんとこうだけデータあるんだから見てくださいっていうのは、これからの、まあ、医療のあるべき方向だと僕は思いますね。で次にやっぱりまず難病して、でこれはねやっぱりまあちょっと真面目に僕らも情報を調べますから、やってもらいましょうよね。そのおかげ、それができると、まあ、そのだから iPS も作ってくれるし、それからいろんな形で研究をやる人にお金を出してくる。国のお金が出るとなると、まあ、ちょっと研究しようかなという人も出てくるからね。でプラスもちろん、難病指定によって完全に医療費がカバーされるっていうのは大きいですね。で3つ目としてはやっぱり一度今ある基礎研究が実際にトランスレーションっていうんですけども、患者さんのところに行くためにどのぐらいのギャップがあるのか、ちょっとこれ多分再生医療やったらよう分かるけども、遺伝子治療なんかに関してはちょっと聞いて、規制やらも含めて聞いてみたいなっていう気はしますね。それはなぜかというと、たくさんの人にお薬として出す場合と、それから一部の人に出す場合とでやっぱり違うんですね。だから規制のあり方っていうものも含めてちょっと考えてみるということは、まあ、一回僕も知り合い当たってみますんで、次の回ぐらいには一遍それをやってみましょう。まあ結構研究進んでいると思うから。はい。レッド症候群と同じでやっぱり進行性の病気です。で、ごめんなさい。2人とも、MRI で無数の細かい穴が見られますと、僕もあんまり関係ないのではない。記載されてるの、ちょっと待ってください。ちょっと見てみますね。神経症状で、絶対ないかどうか。たくさん論文があるわけないので、逆にもうこれ転換ですね。これが、これあんまりはな。これはしかし人数が少ないですね。だからこれ今さっきおっしゃったそのミエリネーションがちょっと落ちるんで、それでだからその穴っていうのが何を意味するのかっていうので、例えば脱髄が見られるとそこは引っかかりますから、それを穴とおっしゃってるのか、それかその辺ちょっと実際にちゃんと見てもらう必要があると思いますね。ですから例えばそれかどういう細かい穴というのがどういうその画像なのかということの上でしか答えられないですけども、やっぱり
何が起こってくるかということをきちっと分かった上でもう一度画像を見るということが多分大事で、それは専門家の仕事になってきて、一般のお医者さんがどんどんやってるやれるものではないと思うんですね。だから多分穴っていうと僕も思ってるけど、例えば楽な拘束って言うて言うけども、やっぱりその小さな拘束でそういうものやと思っちゃってる。でそれは普通はないですけれども、じゃあ逆にその血管の、楽な拘束と同じような拘束は絶対起こらへんのかっていうのは分からない。それからさっき言ってたように長期間 MRI を取った研究っていうのはほとんどないですね。だからやっぱりそういうことが行われないとこういう問題に関しては答えられないのですね。だからやっぱりその、多分この お子さんにしても、まあ、MRI を何回取られたかっていうのはそんなに回数取っておられないと思うんですね。だから僕らだってラグナ拘束急に見たらみんなびっくりして、僕らも同級生でも同床湯で来おるけども、だけど頻回に取ってるとああもういつもあるわっていう話になるんで、やっぱりそれと同じようなフォローが大事だと思いますね。あとやっぱり進行性の病気かどうかっていう話で言うと、やっぱり僕はやっぱり進行性であるというふうに思いますね。ですから脳っていうのはやっぱり常にストレスにさらされてると、僕らは常に発達してるから、だからそういう意味でのどういうかな、その発達を抑える要素があるの でそこをさっき言ったように早く取り除く。だからこの前紹介した末梢神経で、中枢の異常が起こるっていうのは、大人になってしまってからは、末梢神経の異常を治してやっても末梢神経の異常は治るけども、中枢の方はもう発達の終わりなんで、発達した後なんでやっぱり治らないですね。でそれは脳の可塑性と呼ばれてて、例えば片一方の目を見えなくなった、例えばネズミとかは、その残念ながら、このどうかな、その目を見るその視覚野っていうのが発達してないですね。ですからやっぱりしょっちゅう一定の発達を刺激が入らないと脳っていうのは発達しないので、僕はやっぱり早めに診断して、で早くその刺激が正常に入るようにする。でもう一つ、年齢を置いて3回を取って3回ともまず間違いなくその穴が、穴っていうのがちょっと難しいですけども、これどういう同じような多分白いところが抜けてるんやろと思うけどね。そう、だからそういうやつ、そういう画像の、画像があるのかどうかっていうのはやっぱり見て、で、例えば毎回これは見ないとわからんですね。はっきり言って、はっきり言って、それから一回見せてもらって僕の友達に聞くとか、ああなるほど、だから穴の大きさが変わるとか増減も見られなかったのずっと一定してるということですね。だから逆に言うとどうなんかな、要はこれどのぐらいの穴かやっぱり見てみたいですね。だから細胞がなくなってる穴なのか、逆に言うとその、多発性硬化症であるようにそのなんていうかミエリン化の異常で見えるようなものなのかとか、そういうのはちょっと見たいですね。それから感染症にならないための予防というのはやっぱりその感染症がになりやすいということを知ってるということですね。まず一番大事なのは、さっきの論文はやっぱり免疫グロブリンが低いということが分かっているので、やっぱりいわゆるなんていうかな、ムガンマグロブリン血症の人と同じようなイメージで、治療を考える。もう感染症でもすぐ抗生物質っていう話だけになるけれども、やっぱり免疫グロブリンも低いんであると。
いうことを考えておかないとダメですね。まあ、それはあのぜひお医者さんの話だからね、これはね。だからやっぱりあの、これを全体にあの創設もいくつかあるんですね。だからお医者さんがやっぱりある病気についてあの創設を見るっていうのはあのどういう形で勉強するかというと、この、まあ、創設ですよね。こういう MECP2 全体についてあのいろんな形でこうまとめてくれてあるあの論文を読んで初めて、ああこういうことがあるのかっていうふうにやるので、個別の症状にはなかなかならないですね。やっぱりこっから次に進んでいけるようなあの個別の症状が分かるようなあの話にしていってほしいなっていう気がしますね。うん、だから、これはあの間違いなく遺伝病です。ですから、だからあのどうですかね、その症状はいろんな時に出てくるけれども、やっぱりこの MECP2 の量が多いために、起こってくる病気だと思ったらいいと思うんですね。あとはどっかな、何か言える、まあ、そうか、あのじゃあそしたら、それがさっき言ったように次はできれば今の基礎的な研究がどのぐらいいけるのかと、それからその時に、まあ、もしあの、詳しい話、まあ、要するに症状の話があればやっぱり逆にこうまとめてきて、もらえると、まあどういう形で今後逆に言うと医療界にフィードバックしていったらいいのかっていうようなことを議論したらいいかな。であの僕が今念頭にある遺伝子のことを教えてくれる人もあの元は小児科の医者やから、だからそういう意味では、一緒にちょっと考えていってみる。で今日もね、実際に県山 の, あの医療センターの、まあ、うちの弟子に来いって言ってたんやけども、まあ、ちょっと忙しいから来れへんって言ってるんだけど、まあ、そういうような感じでちょっといろんなあの一般的な話としてその考えていけばいいかなと思うけどね。だからやっぱり個別に関してね、難しいですね。他よろしいでしょうか。他いい。じゃあよければあのじゃあもし、まあ、次回までにぜひあの、このホームページと、それから難病指定に関しては僕頑張ります。それからまあ次はやるとしたらぜひ一回遺伝子治療が可能かどうかやってみましょうか。じゃあそういうことでよろしいですか。はい、じゃあどうも。はい、カット。